去年も参加させていただいたんですが、去年は、順位としては中盤より少し下ぐらいの成績で終わってしまったので、今年としては、G1 リーグに昇格できるように、チーム一丸となって戦っていきたいと考えております。私自身としましても、今年からこのグロイエンの大会に参加させていただくので、私自身の、指導者としてのあり方等も他の関西の強豪校の方から学び、それをチームに還元できるように、個人としても私自身としてもチームとしてもレベルアップできるような、そんな大会にしたいと考えております。